ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今回はボンドプラスのピットからお届けいたします。はい、今回ご紹介させていただくお車がランドローバーディフェンダー68リミテッドエディション2018年登録2万3000キロのこちらのお車になります。はい、月村さんディフェンダー詳しいですか？全然詳しくない僕も全く分かりません。なんで今回はちょっと一緒にこの車をどうなってるのかっていうのを見る。そうですね、はいはい、あと僕と月村さんのリアクションで、はい、あこんな感じなんだっていうのをお届けしたいと思います、はいはい、でまずディフェンダーの立ち位置からちょっと振り返ってもいいですか？ドイツのゲレンデ、イギリスのディフェンダーみたいな感じでもうずっとこう続いてる車なんですよね。でなんか1948年ぐらいにランドローバーシリーズでスタートして、で2015年でしたっけにもう惜しまれつつもこの方がなくなった、生産終了になった、はいはい、でこちらの車2018年というふうにご紹介させていただいたんですけど、その登録並行輸入車なんですよね、うん、なんでその登録の関係で2018年にはなってるんですけど、車自体は2015年生産ぐらいの車ですかね、うん、はい、になってくるかと思います。で大体ディフェンダー自体はあんまり日本でそんなにこう積極的に販売してないんですよね。そうですね、はい、なんかもう一部の車種一部のグレードがちょろちょろってこう販売されただけで、あんまり車自体がないんで、こう馴染みがある方っていうのが少ないかと思うんですけど、ちょっとその辺を詳しく今回見ていきたいと思います。で今回もうすごいなと思ったのが、はい、まともにこう普通のディフェンダー1台も紹介してないのにいきなりいきなり紹介する車が限定車っていう、はい、でしかも今回ご紹介するのがこの68っていう限定車なんですけど、スターテックっていうブラバスの姉妹ブランドですね。ブラバスがメルセデスのチューナーやってるんですけど、他にも他のメーカーのチューニングだったりをやってるのがそのスターテックってブランドやってるんです。でそれの限定車で、ディフェンダー最後になるときに、じゃあちょっと最後なんでちょっと豪華でかっこいいの作りましょうということ で、はい、68台名前の由来にもなった68台で製作した車がこちらなんですね。ただそれも話がややこしくって、ね、さらにみたいなところですね。そうなんですよ、はい、普通はグレーのボディでワゴンのボディ、そしてルーフが黒の限定車68台作ったんですけど、それがすぐあっという間に売れちゃいまして、でうちの方ですよねがジュネーブモーターショーに行った時に、ちょっとその車欲しいんだけどないのかと、はい、いう話になったら、どうもスイスの車屋さんがなんか特注で68台売り切れた後に特注で作ってもらった車がこの1台っていう。そうですね、だ通常ラインナップにないんですよ、69台目の68 、はい、でそしてこちらしかも通常ワゴンなんですけど、今回トラックっていう、うん、はい、ピックアップトラック、これはもう知らないと不安ですけど、知ってたらとてつもない車ですよね。でいろいろ外装パーツ、まあ、内装特にかなりいろいろやってあるんで、ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずいいのはこのボディですよ。最近新しくなったじゃないですか。そうですね、はい、賛否ありますけども、はい、これこそ賛否分かりますよね。そうですね、はい、カクッとしたボディ、そして今回車かなり、まあ、スターテックでいろんなパーツがついてると。で前回りから行くとこのグリルだったりだとか、はい、この辺もガラッと印象変わってますよね、うん、だとヘッドライトが LED になったり、あとウインカーとかポジションルイスかね、その辺なんかもしっかり、ね、ライト類は最新の LED にアップデートされてる感じですよね、はい、でこのクラシックなスタイルなんですけど最新の透過類がついてるっていう、はい、そして目を引くのがこちら、このウィンチが、これ表示見たらなんか4トンぐらい引っ張れるんですか。もう本当に男の車じゃないですか。そうですね、でこれも普通の68とついてないんですよね。多分特注でブラバスの方に売って、まあ、作った感じじゃないかなと思います。であとは下のこのスキッドプレートも68のロゴが入った専用のものがついてる。もう車がいいっすよね、うん、だいたいラダーフレームに前後リジットアクセルですよだこれがディフェンダー、ね、そうなんですよね。だから現行どうなのっていう、はい、まあ、そのまあその辺はまあ、はいはい、まあその辺はちょっと別の車になっちゃった感じですけど、そうですね、はい、これはこれでかなり味があるんじゃないかなって。であとはなんか結構有名なところで行くとラダーフレームじゃないですか。でボディがアルミなんですけど、2007年モデルからなんか結構そのアルミじゃなくてスチール使ってるらしいですよね。知ってます？知らなかったです。らしいです。なんかドアとかがスチールになってるらしいです、うん、ちょっとスチールの
使用率が多い方みたいな感じです。あと外装で言ったらこのオーバーフェンダー、これもスターテックの専用パーツということで、またこういうツートンでしかも後から取ってつけたようなオーバーフェンダーが似合いますよね、うん、このボディカラーにはね合う。でちゃんと塗ってあるんで、うん、この車なのに高級感があるんですよ、うん、でちょっとこの後中内装見ていただきますけど、内装もっとすごいですよね、うん、そしてホイールがこれもスターテック専用のモノスター D ですよね、確か18インチかな。スターテックのロゴが見れるのってここぐらいなのかな。そうですね、あとは中は68、ね、そうですね、確かに控えめですね、そう言われる。でまたこの鉄鎮みたいなデザインのアルミホイールっていう、うん、そしてこれこんなにこれナットでっかいんですかさっき確認したら27っすよ、ないっすよね他に車、うん、まあヘビーデューティーなトラックじゃないですか普通に、うん、はい、そしてもう足回りも当然もうごっついのが入ってございます。いやーもう SUV、 もうトラック SUV って言ったらこれなんですよやっぱり。興奮してない？はい興奮してます、はい、乗りたいっす。そしてあと外装で言うとサイドステップが、はい、これがスターテックのパーツがついてると。またこのいいじゃないですか、これとこれと、もうなんか現代の車の作り方が全く当てはまらないですよね、うん、最高です。でも本当だよね、はい、もうヒンジもそうですよ、むき出しで、むき出しだし、リベットもむき出しだし、はい、軍用車でも実際なんかそのイギリスで軍用車とか警察とかなんか消防車とかそういうのに使われてたんですよね、うん、なんかゲレンデと同じ歩みを感じます。そうですね、あとミラーだったりも当然全部手動、手動です、はい、電動を書くのは何それって感じじゃないですか、何にもついてないって。やっぱり前にも話したけど結局整備する環境がちゃんと整ってないエリアで使われることもちゃんと考えられてるんで、こういうのいちいち電動で壊れてたらじゃあどこで直すのとか、砂漠のど真ん中で壊れましたとか、はいはい、やっぱりそういうところはこうもうそういう僻地でもちゃんと使えるようになるほどっていうところなんじゃないですかね。リアルに悪路で、悪路で、はい、で本当にもうこう中東とかアフリカと山の方なんかは整備工場じゃあどこにあるのって話になるわけじゃないですか。で町のちょっと詳しい人に直してもらうにしたってね、何でも電子デバイスになっちゃうと直せないっていうのもあるしね。ちょっとコンプレッサーいいですで、あとはもうドアだったりはもうこの真四角のでルーフがちょっとこうボコってなって前傾になってるんですね、うん、この辺なんかもちょっと上はゲレンデとやっぱり作りというかデザインというか近い感じしますよね。雨どいなんかもね。あ、それって雨どいなんですか。あ、そういうことですか。え、じゃないの。いや、わかんないです、わかんないです、わかんないです。確かに SUV のこういうのってついてますよね。現行のゲレンデは雨どい風になっちゃってるもんね。あ、そういうことなんですか。 463A のゲレンデは確かにそう言われそうですね、うん、もう最高です、うん、はい、ミニもそうだけどミニもそうだけど、ああ確かに確かに確かに、うん、そうですね、ボコってなと思って、うん、そして今回このなんといってもこのシルエットですよ、トラックの、うん、ピックアップでラインナップ的には90と110と127でしたっけ、うん、なんかそのホイールベースの違いであるんですけど、これ110のワンテンって呼ばれてるやつですね。ワンテンですよね。ピックアップ見たことないでも日本でもなんか限定で50台ぐらい売ってたらしいですよ、うん、もうでも走ってるとこ一台も見たことないですけど、うん、そして後ろもしっかりフェンダーフレアがついてて、はい、ホイールもでもうこの作りですよ、見てくださいこの足回りとか、本当にトラックもう SUV って言ったらこれですよ。ここだけこうやって覗くと本当にトラックだよねトラックですよねうちのセーフティーローダー見てるのと何ら変わらないかな。もうだってラダーがもう絶滅しちゃったじゃないですか、うん、まだ生きてました。あるんだね。ありますね。あれでも今ランクルもラダー、まだランクルどうなんですかね。あ、ランクルもでもラダーかもしれないですね。まだだとジムニーとか、うん、ラングラーとかぐらいしかなくなっちゃったじゃないですか、まあ、あとゲレンデもそうか。でディフェンダーはこの次でもラダーじゃなくしちゃったじゃないですか、うん、なくしちゃったね、うん、そこが賛否なんですよ。でもなんか合成的に上がってるらしいですけどね、ただやっぱりなんかこう
どこがどう優れてるのか僕知識がないと分からないですけど、やっぱりこのスタイル、シルエット、そして後ろに行くと、はい、後ろもしっかり LED のランプ類になってて、であとはラバーのこのドル受けと、そしてこの背面タイヤと、最高です。だいたい背面タイヤ の開け方が分からなかったですちょっと開けてみます。塚原さん分かります？俺分かんないです。まずですね、ここロックのピンがあるんで外してですね、これをガシャコンとやるとこの背面タイヤごとグワッとくるみたいです。すごくないですかこれ、はい、オーナー以外開けられないですよそしてリアゲートはまさかのこうガチャとかじゃないんですよ、うん、物置じゃないですかこれグッてやらないと開かないっていう、向こう側に押し込んで引っ張る感じです。これちゃんとリアルに全部伝えますんでよし、あったで、はい、ここを引き抜いて、はい、わあ、なんか非常階段とかに使われてそうな、うん、はい、このアルミの全部、この上も内側も最高です。そしてこれ下がなんかちょっと収納的な感じになってるんですよ、ね、鍵付きの、はい、これ最高じゃないですか本当に。キャンプ行きたいんですけど僕。でもこの辺もしっかりあれなんですよね、ブラバスで作ってるやつですよね、家具ですよ本当に。ラバー貼ってやってね、はい、なんかブラバス行った時に武器の隠し場所も作れますって言われて、それを思い出しました特集で何でもやりますみたいな。さすがですね、はい、最高です。で戻す時もこれグッてやって押さないと。よしょ。これ。そうです。はい。OK です。はい。もうちょっと下行くな。もうちょっと下行くな。はい。OK です。いやー、ね、だってもうバンパーこれですよ。あ、ステップもついてるんですね。ステップもね。これ縁起でもないですけど。カマ掘られたらぶつけた方が壊れちゃいますね。そうだねそのぐらいなんか強靭な作りをしてます。すごっ。そして戻すときはこれをまたガシャポンとやる感じですかね、はい、で最後にロックのピンをここに入れる感じになると思います。これをガチャッと、だからこういうのもなんかそういう電気的なメカ使わないのは、うん、どこでも乗れるようにと。そういうことなんだろうね。でちょっと使用感出てますけど、68のエンブレムが貼られてると。これでもあっという間に売り切れたの分かりますね。うん、まあ、好きな人にはたまらないんだろうね。そうですね。僕には響かないんですけど。本当ですか？そこちゃんと正直に言いますよ。そうですね、はい。僕めちゃめちゃ響いてます。はいはい、なんか車ってもう、まあ、ちょっとそれ試乗の時に言いましょう。そうですね。はい、あと給油に関してはこんな感じで、はい、鍵付きの。むき出しですよ、うん、ガソリンスタンドでアルバイトしてた時を思い出しました。なんかこう鍵ついてる車がたまにあるじゃないですか、トラックとか、うん、鍵こう渡すそう、ね、ガシャでディーゼルっていう。でちょっとエンジンルームで紹介しますけど、車が、2.2 リッターのディーゼルっていうことで、なんか日本未導入のエンジンですよね、うん、確か。そんなの搭載されてるみたいです。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。そうですね、はい、内装がすごいんですよね。そうですね、はい、ではい、鍵、通常のディフェンダーですと、まあ、メカニカルキーのみですけど、キーレスがついてる。キーレスがついてる、はい、普通ついてないんですよね。普通ついてないんじゃないですか。もう正解が分かりません。なんで詳しい方いらっしゃったら、はい、教えていただけると助かります。はい、この車はついてる。この車はキーレスがついてるということで、はい、そして開けるのも当然これですよ。武骨な、最高です。そしてまずドアが90度開くっていう、はいはい、もうブラバスのあのゲレンデ用イージーエントリーキットいらないんです。いらないですね、はいはい、そして中すごくないですかこれ。さすがこの内装を仕立てることでも、もうこの手を抜かないブラバスが仕立てた内装ですよ、うん、だいたいこの外装のパネルなんかもチリなんか
決して褒められたクリアランスじゃないのに、ね、はい、内装に関してはこのビシッと揃ったステッチとレザーと、レザーも結構いいの使ってますよね、これしっかり仕上げてきますよね。ギャップがすごいですよね、はい、なんか普通に高級車じゃないですか。なんか海外のレビューで書いてましたけど、中はその G クラスに近いって書いてありましたよ、これ68。もうドアとかもうおしゃれ、おしゃれさが必要なのかどうかも別の話としてそうねでもダッシュボードとか全部張り替えなんですね、うん、ダッシュも上だけとかよくあるんですけど、もう下も全部、側面もね、はい、でステアリングもしっかりレザーで、うん、でスターテックの略称 ST がエンボスがちょっと入ってると、おしゃれっすね。でシートなんかもドアと同様、ちょっとなんかランボーで使ってそうな、うん、ちょっと異形のステッチで、で、ね、横はこれベースボールステッチですかね、うん、バッテンの、うん、確かにおしゃれ。初代アウディ TT を思い出しますね。このギャップが最高です、はい、けど床を見るとこのカーペット兼フラマットっていう、うん、そしてこの椅子が乗っかってるところに至ってはこのカクッていう、そうね、最高です、うん、でスカーフプレートと言うべきかちゃんと68のロゴも入ってたりとか、ペダルも68のアルミのペダルになってたりとか、うん、なんかここコンプリとかな感じがちょっと出てますよね、うん、内装の仕立ては確かに、いやすごいんですよ、うん、本当に好きなく作って、だってルーフなんかあれですよ、アルカンタラで全部ですよ、でサンルーフがついてるんですよ必要かっていう話なんですけど、サンルーフもしっかりついてると。だってルーフもステッチ入ってますからね、高級車です本当に、形以外はこれ乗り込まないとわからない ね、 そうですね、ここまでの仕立てはね、よくないですか、なんかこう、うん、はい、もうものすごくラフな格好してるのに、なんか時計だけはものすごくいいのつけてたみたいな、うん、このギャップが最高です。内装は確かに、このようなバイザーなんかもね、そうなんですよ、バイザーも全部張り替えたんですよ、ちゃんと張り替えて、しかもその帯みたいのがちゃんと斜めに入ってるんですよ、もともと斜めかどうかも分かんないですけどここにいるメンバー誰も分かんないっていう、はい、いやでも下では確かにこういい仕事をしているっていうのが分かるよね、はい、職人の仕事は見て取れます。ちょっと乗ってみたいと思います、うん、もうこのステップがありがたい車高です。もう大体僕の短い足ですけど膝より上がフロアなんで、ステップがないと乗り込めない、うん、よいしょ、よし、これ捕まるとこないんですね、そうね、こういうとことか、ね、こういうとことか、そして乗るとですね、まずキーはちょっとこっちなんで、もうコラムのこの小さな感じが最高じゃないですか、はい、プラスチックでこのサイズで、で、機能を紹介すると何もないです。そうですね、はい、はい、もうこのライト周りに至ってはこれですよ、もう昔の軽トラかっていうぐらい、はい、ただメーターに関してはちょっとこうシルバーのリングとか使われてておしゃれっていう、ただ表示関係はもう本当に必要最低限ですね、うん、でなんかこの車140キロぐらいしか出ないんですよ、うん、けど一応メーターは180キロまで振ってあると。そしてメーターフードなんか先ほど触れましたけど全部レザーでステッチも入ってて、でシート座った感じはシートはいいんですよ、うん、レザーの質感いいし、うん、張りも高級感もすごいです。そしてペダルはびっくりするぐらいオフセットしてます、ね、そうだねちょっと慣れないとね、こう座る感じですよね、うん、もうそうだね、はい、クラッチに普通に座った位置から少し左にオフセットされてるん で、はい、こうですよねもう、うん、そしてクラッチ、今回の車はマニュアルなんで当然クラッチ付き、そしてペダルが全体的にこっち寄ってると、うん、そしてクラッチが重たいんですよ、重い、めちゃめちゃ重いんですよ、うん、強化クラッチかっていうぐらい重たいと、はい、でちょっと先ほどドアでも触れましたけど、ドアは、一応かろうじてパワーウィンドウはついてる、パワーウィンドウはついてますね、こちらに、はい、ただ間接照明もなければ小物入れも何もないと、何もないです、はい、でパワーウィンドウはこっちに、はい、ついてると。そしてエアコン上からいきましょうか、エアコンの吹き出しと、はい、で時計があって、この辺も全部ピアノブラックで塗ってあるんですね、うん、あとハザードのスイッチだったりランプ類だったりだとか、あとはこれがシートベルトの警告ですかね、はい、であと今回の車ナビがついてると、
そうですね、はい、で本来68ヨーロッパ仕様のやつはなんかアルパインのナビがついてるんですよね、うん、確かなんですけど今回あの日本仕様で使い勝手がいいようにカロッツエリアの型番なんですかねこれ楽ナビですか、はい、よいしょ、はい、サイバーナビじゃないですか、カロッツエリアのサイバーナビ高級品がついてると。なんで使い勝手は問題ないと、うん、ちょっと内部一応見てみましょうか、はい、こんな感じで普通に使えちゃう、普通に使えます、そうですね、はい、でバックカメラもついてると、はい、ただバックカメラに関しては見えないです、うん、まあ目安にしていただく感じですね、はい、ガイドもないし、まあ、距離感、まあ、ちょっと慣れて掴んでますね、そうですね、だからこれ障害物のあるなしでは分かるからね、はい、まあ、車ぶつけちゃうよというよりかは車で何かを破壊しちゃわないように、はい、確認する感じじゃないでしょうか。でもちろんディスクも入ります、地デジもついてますし、あ、いた、はい、でこんな感じでディスクも入るんで、まあ、しっかり DVD なんかも見れると、うん、はい、そしてパワーウィンドウで気になったんですけど2個しかないじゃないですか、うん、見たら後ろ手巻きなんですね、最高です、うん、そしてエアコン、マニュアルエアコン、はい、もう超わかりやすい、ただちょっとこれ使い方特殊っすよね、うん、風ゼロにしてもエアコンオンにしてると風出るじゃないですか、うん、そうなんですよ、ちょっとこの辺は不思議な仕様ですけどこんな感じになってて、そして、はい、シートヒーターがついてる何ですかこのアンバランスさ最高です、はい、またこれがなんか純正風についてるのがいいですよね、純正ついてる車ないですよね多分、うん、まあ、正解が分かんないんで何とも言えないですけど、そうですね、はい、でシガーとあと68のプレートがついてて、でもこの辺男の仕事場って感じです、うん、6速のマニュアルミッション、はい、そしてこの辺なんかはしっかり高級なレザーで、でこっちのハイとローの切り替えもついてると、うん、であとサイドブレーキはここっていう、そうですね、こことかじゃないんですよ、はいはい、こっちっていう、でこの辺の質感もでもすごくいい、そしてドリンクホルダーとあと USB がついてると、この辺なんかも、であとこれがナビのあれですかね、コントローラーが、でアームレストがこれですよ、もうこれ単体で見たら高級車じゃないですか、うん、そして開けるとこんな感じでちょっと深めの、そうですね、入ってます、もうなんかところどころこのフロアが見えちゃってるのとか、うん、もう最高なんです僕的には、これ武骨さが、そうなんです、うん、この月村さんと僕のテンションの違いただ月村さんの反応が正しいと思います、うん、はい、世の中の多分 90% 以上の方が、はい、はーってあ、サンルーフもしっかりついてて、はい、ちょっと動き怪しい、あ、開けますよね、うん、はい、しっかりこんな感じで、この動きが若干変です、うん、あ、そういう仕様なんですか、段階にこう、ああなるほど、こんな感じになってると、はい、ね、ちゃんとアルカンタ、はい、天井も高級感がすごいです、そしてミラーは本当に何もない、自動の暴言もなければ、はい、切り替えのスイッチもない、あ、切り替えはついてるね、はい、切り替えはあるんだね、そうです、手動の暴言付きの、手動の暴言はついてるんだね、ただ最近の機能は何もないっていう、ただ ETC はしっかりついてます、はい、そしてこの視界ですよ、うん、はい、もう車じゃないですよね、なんかもうこれに乗ってあのサバゲーに行きたいです上下迷彩の服を着てサバゲーに行きたいです、はい、そんな視界、もうフロントガラスもほぼあれですね、まったりですよね、これそうだね、まあ熱線はちゃんと入ってますね、はい、現行ゲレンデでちょっと R がついちゃったらしいですね、うん、僕知らなくて教えてもらったんですけど、これは本当にまったいらな感じ、もう視界が本当に軍用車、うん、こんな感じでございます、ちょっと後ろも乗ってみましょうか、はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います、すみません、さっきカメラマンが言ってたんですけど、このディフェンダーのいいとこ発見しました、ゲレンデみたいに締まりが悪くない、うん、はい、ちゃんとパシャって締まる、そして後ろも同様に90度開く、そして後ろも当然この90度に開いて、これですよ、もうベンチじゃないですか、うん、ちょっと月村さん乗ってみます、後席レビューお願いしていいですか、この垂直感がトラックだねピックアップっぽい
この運ばれてる感がすごいですよね、うん、自分でこう乗ってってるというか。そしてシートの高さ前と後ろ全然違いますね、うん、もう視線がだってヘッドレスより高いっていう。でこのトラックになってるんで倒したりする機能が一切ないと、うん、90度の。ただ後ろのヘッドレストもしっかり68が入ってたりとか、ね、刺繍が高級感が半端じゃないです。そして後ろのこのウィンドウですよ。今時このスライドですよ。見てみますか。最高です。素敵です、はい、雨降って曇っちゃったなって言ったらじゃあ開けてっつってでもこのまたシーミラーのこのガラスがいいっすよね、うん、昔のランクルもこんなのありましたよね。そうだね、 R がついてるね。このいや最高で、ちゃんとリア3席ともちゃんと3点シートベルトが、はい、やっぱりこれサバゲーですよ、うん、サバゲーかあの未開の地にキャンプで、シートベルトはもうこれむき出しですよ。この直角感今いいんです。別にもう快適とか求めてないじゃないですか。今時待ち医者の待合室でももうちょっと確かにもうなんか本当に運ばれてる、運ばれてってる、うん、そんな光景になってます。あとは当然のように後ろ装備何もないわけですよね。何もないです。引き出しもなければ、はい、シガーソケットも何もない、はい、収納も一切ない。もう完璧に割り切った車でございます。ただこう室内にトンネルがないんで、まあ、確かにそうですね。フラットですね。高い分、うん、足元空間は。じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、まずボンネットの開け方が分からなかったです、うん、そしたらなんかここのこのレバーを横にこう、ただこれこれを緩めて押すんで怪我しますよね普通に。そして硬いっていうこのバネが、うん、そして重い、重たい。このスチールのめちゃめちゃ重いボンネットを当然のこの棒で支えると、はい、これでもなんですかね、軽量化なんですかね、それとも衝撃吸収ですかね。ちゃんと抜いてあるんですね、うん、スターテックのシールもあったって。でエンジンが日本未導入じゃないかな、僕が調べる限り、うん、2.2リッター、あ違う2リッター、あ 2.2リッター、122馬力、大丈夫かなと思うんですけど、もうトルクのディーゼルのトルクでトコトコ走る車なので、そうですね、十分なんですよね、はい、でもうエンジンの搭載位置がもうめちゃめちゃ高い、うん、はい、だってここからはみ出てますからね、うん、あとこの整備しやすそうなこのレイアウト、うん、もう全部なんかこう本当に月間さんさっき言ってた通りどこでも直せるみたいな、うん、はい、むしろ何でも直せるみたいな、パイプもこれじゃなくてもいけちゃうみたいな、うん、そんな感じですよね。もう本当にこうデザインとかなんか性能とかよりかもなんかちょっとそっちを取ったみたいな、うん、そんな感じのエンジンで動いて。でバッテリーこれ見当たらないんですけど、バッテリーはシート下とかそういうことですかね。どうなんだろう、探したんですけど見つからなかったんですよ、うん、ちょっとあのディフェンダー詳しい方いたら、はい、いるのかどうかもちょっと怪しいですけどボンドチャンネルをチェックしてる人で、はい、ディフェンダー詳しい人って相当変態じゃないですか。そうですねでももうそういうその層に向けた車じゃないですか。もうね、これ好きな人にはたまんないと思うんですけど、うん、僕も乗ってみたくてしょうがないですもんさっきから、うん、はい、ちょっとこんなエンジンの部分になってます、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。で月山さん、これウインチもちろんしっかり使えるんですよね。そうですね、はい、っていうか前オーナーさんが使い倒した形跡があるっていう、はい、コントローラーつないでこの辺ですかね、一回緩めて、はい、解除して本当は手袋とかしないとダメですよ、ね、本当はね、はい、まあ、これあれじゃないですか、スタックした車とかリアルに引っ張れるやつじゃないですか。引っ張れるんじゃないかね。ですよね。いいですか。はい、すごいすごい。これだからもう
飾りとかおもちゃじゃなくてもうリアルに、うん、もう自分がですよね、はい、自分がハマっちゃった時もこう木とかに引っ掛けて出たりとか、大きいジムニーじゃないですかそんな感じです。いやもうワクワクが止まらないです。ワクワクが止まりません、はい、じゃあちょっと一周、はい、もうクラッチめっちゃ重い。もう今回ちょっと本当に正直にいきましょうね。そうね、はいはい、初っ端から正直に言っていいですか。はい、臭い今のディーゼルってちゃんとしてるじゃないですか、うん、まあ、昔の方がちゃんとしてないわけじゃないですけど、なんかディーゼル車でもなんかその独特な匂いしないじゃないですか。そうだね。けどもう昔ながらのこの独特な、うん、あれこれギアが入ってバックライトしたすいません、はい、昔ながらのこの独特なディーゼルの匂い、なんか僕聞いた話ですけど、昔はなんかドイツ空港降りるともうディーゼルの、タクシーのディーゼルの匂いが充満してたとかって、もうこんな感じなのかなっていう。おそらくそうなんだろうね。クラッチ重たいでアクセルレスポンス悪い。そうめっちゃ悪い。そして小回りは効かない。はい、だってこれで目いっぱい来てるんですよ。うおーよいしょ。いやもうギアもよいしょってやんないと、こんなに長いシフトなのにうわダメだ、これギア比も結構ワイドですね調子こいてポンポン上げていくと、そうね、もう低め低めで、そりゃ140キロぐらいしか出ないわけですよ。いやこれちょっと舗装路の乗る車じゃないですね、うん、でも視界は高い、うん、そしてもう信号待ちでクラッチ踏んでるだけでも足がプルプルしそうですそうなんだよね、はい、ちょっと車両移動するときほんと疲れるんだこれ。なんかもう国産チューニングカーの強化クラッチ入れてる車だなで今時この伸びるアンテナですよ、ロッドアンテナ、はい、久しぶりに見ました。ただもうびっくりするのはこうミラーとかめっちゃ見やすいんですよ、うん、さすが視界はいいし、はい、っていうか視界高い。よいしょ、うおーうわすげえ、あ、結構トルクありますね。よいしょ、いや、これ普通に走ってるだけめっちゃ楽しいですよすげえフラフラする、めっちゃフラフラします。なんかハンドル取られるとかじゃなくて車がまあ、まっすぐ進んでねえなっていう、うんそして乗り心地悪いまあオフローダーですわな。そうですね、うん、なんかもう仙台ゲレンデを10倍ぐらいこうアグレッシブにした感じですね、うん、これでも普通にプータ走るだけで楽しいです僕は。なるほどね、まあそういう人もいるよね、はい、そういう人ですだからもう普通ので満足できない人は、いや最高これ。でもなんか車ってもうなんかなんですか、乗り心地がいいとか快適なのがいいかっていうと、じゃあまたそうでもないじゃないですか。そうだね、うん、なんかこのうるさいのとか、うん、ちょっとこの苦労して乗る感じ、うん、まあ愛着が湧くよねこういう車の方が。逆になんか苦労を楽しめます、うん、だからもう最近のキャンプブームとかまさにそうだと思います。うん、そうだね、ローテクの極みだもんね。そうですそうですそうですよ、やっぱり車ってなんか快適したりになったり進化したりするのが正解じゃねえなっていう、うん、でもこれ電動入りじゃないですか本当に内装も完璧だし、うん、最高です。ちゃんとね、ナビはナビとオーディオはちゃんと使えるしね、現代的な装備は、はい、ただ多分うちの子供は喜びますけど、かみさんからは多分大貧縮だと思います。あ、そうだろうね、はい、いいな、僕めっちゃハマってます。気に入ってる感じ。気に入ってます。お買い上げありがとうございます。欲しいっす。これ良くないですか、目立つし、うん、はい、
この装備のアンバランスさこれ別にいらないだろうっていう、はい、自己満かもしれないですけど視線を感じます。そして、うん、いいっすよね。なんか他の車羨ましくないですもん、うん、はい、そうだね、この車だったらワン&オンリー的な感じだもんね。最高です。ちょっとアクロ行きたいっすね、うん、でもこれラダーの車行っていいっすよね、うん、ジムニーもそうっすけど、うん、ボディぶつけても関係ないじゃないですか、うん、どこでも行けるし。だからそういうところのね、使用目的での車だからね。完全趣味の車ですよね、うん、ちょっと正直高速乗るのも厳しいし、うん、はい、日常お使いも厳しいじゃないですか、うん、けどこの街を走るだけで探検してる感じになれる、うん、これは全く万人受けしないですけど、うん、ハマる人には最高ですよ、うん、よいしょ、楽しい。いやもうこういう車残ってほしいですね。そうだね、うん、そういう意味ではね、本当っすよね、うん、だからディフェンダー、この方のディフェンダーもなんか生産終了してからちょこちょこ作ってるんですよね、知ってます、うん、あ、そうなんだ。なんか5リッター V8 積んだやつとかをなんか限定生産したりとかしてるんですよ、うん、だからやっぱり好きな人いるんだなと思って。でもなんか分かります、ないっすもん他に、うん、他の車じゃ得られない感覚だし、これ。あ、でも意外に60キロぐらい安定してますね。急にハンドルもブレなくなった。低速こんなんだったっすけど、そしてこのハンドル切った時のこのこれがやばいっす挙動がロールがさすが前後リジットアクセル。なんかだからトラック乗ってる感覚に近いですね、うん、2トンの。意外にステアリングとかシートとか普通なんで、ペダルだけだな、うん、そして何にも見えない。でも現代装備何もない、ブラインドも何もないから自分で確認するしかない。そうだね、まあまあまあそういうもんです、この車は。これだけだったらきついかもしれないですけど、趣味の車とかとして1台だったらかなりいいと思います、うん、もう出てこないじゃないですか、だって。そうだね、うん、それがこんな特殊な限定車で、うん、いやーいいな。シフトとかもちゃんと68ですよ、うん、僕の使い方じゃこのギアのハイローなんて使わないですけど、うん、しっかりついてるっていう。やっぱりキャンプですね。あ、これで言ったら無敵だよね。無敵ですよね、うん、無敵だし人気者ですよ、うん、でも持ってくギアがしょぼかったらなんか、ね、あ、そうですね、そこがちょっとあれだよね。そうですね、ちょっとそこから揃えたいですよ、ね、うん、いいな。もうだってエアバッグもないんですよ、うん、運転席、助手席両方でも ETC はついています。ついてます、はい、高速乗る気が起きないですけど首都高とか絶対乗りたくないですけどね。よいしょ、本当にシフトチェンジでよいしょって言って曲がらない90度に曲がるのもちょっとステアリング相当切らないとっていう。いや最高です、うん、僕の頭おかしい感覚がバグってるレビューじゃなくて、普通の感覚を持ってる月村さんが、はいはい、いやでも全然スイスイ運転してますね今、うんうん、まあさすがにね、運転自体はね、まあ、いろんな車運転しますからね、はい、ちょっとでも戸惑いますよね、うん、マニュアル乗ってきましたっていう人でも、うん、本当このペダルの左へのオフセットが慣れないと、そうですね、うっかり踏み間違えちゃったりもね、あるので気をつけないといけない。あとこのいわゆるこの普通の乗用車とかスポーツカーからかけ離れたこのシフトですよ、
シフトのストロークもめちゃめちゃあるし、そうだね、どこに入ってるか分かんないっていう、うん、ねえ、いやちょっとこういうデコボコが楽しいです、うん、超乗り心地悪いうわ、なんか改めて道路ってこういうボコボコなんだなっていう再確認しました。そうだね、ありがたいことに高級車に乗せていただいてるじゃないですか、改装とかで、うん、すごいっすよね。逆になんかその高級車の今現代の高級車の凄さも今同時に感じました逆にね、逆にすげえな、あシートヒーターめっちゃあったかい、時間かかるけど最高、これ楽しいっすよ、うるさいし、これいいな、これ都内で乗ってたらおしゃれですね、うん、けど旗から見たらすっげーおしゃれですけど乗ってる人はめちゃめちゃ苦労してる。そうだねもうなんつってもう周りは引かないし、はい、止められないし、止められる場所もね限られちゃうしうでもなんかこう段差とかこうあっても余裕で斜めでも止められますよ。そうね、このこんぐらいの車止めぐらいならガグンつって余裕ですね、うん、なんかアメリカのラングラーのジープのラングラーのなんかその宣伝で宣伝広告みたいので、うん、なんか普通の車は駐車場にこう普通にその止めるところが線書いてあるんですよ、うん、けどラングラーはこう花壇とかこう階段にこう、あ、なるほど、斜めになるようにラングラーって書いてあって、そこに止めるところが書いてあるっていう、でもそんなの余裕ですよね。ワンタッチはついてないのか。ついてます。いいんですそんなの。もうむしろなんか手巻きでも許せますか、ね。うん。むしろ手巻きの方がね。そうですね。壊れないし。うん。あのゲレンデのプロフェッショナルみたいに微調整できるし。うん、あ、そうですね。プロフェッショナルに近いかもしれないですね。うん、なんか各国やっぱり1台ぐらいこういうのありますね。そうだね。思ったんですけど。ドイツ、ゲレンデ、アメリカだったらハマーですか、ハマー H1 ですか、 H1、 日本だったらランクルとかジムニーとか、まあそれもちょっと古いやつじゃないとなんだね、メガクルーザーですか、おうおう、イタリアだったらチーターとかですか、いいなあこういうの、うわあこの低速のドドドっていうお尻がしびれる感じ、こうトラック感が、いや本当トラックっすね、音も音もなんかこの視界もお尻がしびれる感じも二トン車です、最高、これゆとりが持てますね、逆にでも、そうだね、うん、なんかこうちょっとミラーをもうちょっと上げて、うん、こんな感じですか、手前にオッケーです、はい、そうですよ、ミラーを調整するのも共同作業じゃないですか、そうだね、はい、逆にあの乗り心地とこの音が OK なら女子と、はい、女の人と距離を近づけられるかもしれないそうだね、はい、デート感にはならないでしょう8割方嫌われそうですけどね、やっぱり車はちょっと個性強めな、癖強めな方が楽しいっすよ、うん、もうないっすね、本当に、もう、だってボンネットもこのカカカカだから距離感つかみやすいし、見切りはまあ悪くない、ただまあ後ろはほぼ見えない、そうだね、振り返っても見えないし、バックカメラで見えない、ただよくブラインドで見るべきところは視界いいから見えますよね、うん、まあしっかり目視するようになるからいいんじゃないですかね、これやばくないですかこのロールこのロールやばくないですか、ひっくり返っちゃいそう最高、こんなにロールします相当低速だけどね
リセットアクセルの車やばいっすね。そーっと曲がんないと本当にひっくり返りますよ、最高。なんか60キロぐらいからなんか急にまっすぐ走り出しません、うんね、ハンドルがしっくりきますよね。スッとこう落ち着く感じだよね。20キロ30キロは大丈夫かな。もうしっかり押さえてないとダメな感じだけど、すごい。いや今公園内に入ってきましたけど、まさにこういうところが似合う車ですよ。そうだね、あの土手の向こうから走りたいって感じだよ ね。工事現場走りたいです、うん、これキャンプだな絶対。68ならぬ69ですよ。けどこのプレートはあの1 of 68って書いてあるんですよ。そうだね、うん、たまになんかそバグったやつありますよね、うん、なんかお金持ちが無理言って作ったやつ。あすごい。だってもうこういうところもネジとか全部丸見えですよ。天井アルカンターラ。月村さん、お買いますか買いませんか。いや買いません。いやでも、はい、まあ味だよ ね、 そうね。あ味って言ってしまえば、まあまあ、全部味になっちゃうんだけど、もうなんか振り切れてますよね。そうだね、はい、もう本当になんかこう昔のまんまだし、現行のディフェンダーを考えてる人は一切ここにはあれだろうね。そうですね、全く層が別ですよね。そうだろうね。だこう不便さとかこういうのを楽しめる人じゃないと、うん、いやでも本当に今車いろんなのあるからいいんですよ。そうだね、昭和のレトロなものにこうなんかすごく興味を持ってそういう生活してる人とかもいるじゃないですか。テレビとか出てくるじゃないですか、うん、たまに。なんか洗濯機とかも最近のやつ使わないで昔のなんか手動みたいなやつ使う人、うん、だそこが楽しめれば最高ですよ。だから普通の人はちょっとこれだけはきついですね。そうだね、もう一台欲しいですね。あとは意外に思ったのはブレーキが普通に効くんですよね、うん。なんかこの手の車ってなんかブレーキちょっとプアなイメージだったんですけど、普通にブレーキが効くっていう。なんかもう運転を楽しんでる感じがないです。そうだね、一生懸命です。一生懸命になれますよね運転に。これでもいいっすよ、うん、僕はハマりました。でも全体的にディフェンダー、この仙台ディフェンダーって値段残ってますよね。うん、そうだね、やっぱり台数少ないからなんですかね、うん、でちゃんとこう好きな人にはハマる、本当に好きな人にしかハマらない。そうですね、そういやでもなんか車の作り方もこびてなくていいなと思って、うん、だってつい最近までこれで売ってたって信じられます。本当だよね。国産だったらもう絶対市場のニーズを聞いてどんどん車変えてくるじゃないですか、うん、まあ、それがいい反面もあったり悪い反面もあったりするんですけど、こんなにこう50年下手したら、ね、48年からだから、うん、基本設計的なものはだって48年のランドローバーシリーズから変わってないわけですよ、うん、70年ぐらい。でなんで今回ねあのガラッとフルモデルが、いやいやいや本当っすよね、ああそこがね本当に整備性の良さとかはどうなのかなって思っちゃう。いやでも思ったんですけどやっぱり売れないと作れないし、うん、だからポルシェとかと同じでなんかやっぱりやりたいことと好きなものが評価されればまたそれいいんでしょう、うん、でも本当にあれですよ全然その方向は違うんですけど新型ディフェンダー乗りました
乗った、ちょっと乗った、すげえいい車ですよね。まあ車としてはね、うん、もうこういう楽しみがあるかっていうともうほとんど ないですけど、うん、車としてはすげえいい車なんですよ。乗り心地いいし、ただあの車高の上がり方のバグってる感じはやっぱりちょっと突き抜けてるなと思う。本当にでも本来こういう本当にそれを道具として使ってたエリアとかの人たちがあれに乗れるかっていうね。あ、そうですね。ほう、だからもう全然違うところの車になっちゃいましたね、うん、アーバンな車になっちゃったね。そうですね。でも SUV のその何ていうんですか、オフロード性能的には結構高いらしいですよね。なんかちょっとそういうのも垣間見えましたよね。いやー、いい車。もうだから普通の車で満足できなかった人は、できなくなってきた人はこれですよ。そうだね。はい、もうスピードでもなく、そうですそうです、うん、ね、なんかポルシェもハマりすぎて、あの空冷に行っちゃう人たちと同じような感じで、快適性でもなくっていうところでね。いいな、エアコンも効くね。効きますね。びっくりしますよね。だ普通に乗れるんですよ、乗ろうと思えば、うん、オートエアコンなんかいらないんですよ。いらないよね、うん、ブラインドもいらないんですよ。探検なんですもん、うん、もうちょっと今回はこの特殊な車紹介しましたけど、これでなんかこうこの車が売れるかっていうと多分ほとんどそうじゃない、そういうことではないんだろうけどね。そもそもだってディフェンダー欲しいっていう人そんなに人数的には多分多くないと思うんですよ、うん、はい、ただやっぱり知っていただいて、へえそんなのもあるんだって見ていただければ、ね、多分車選びとか、はい、あ、快適性って別になくてもいいんじゃね、うん、ってこう再確認する人って絶対いると思うんですよね、うん、僕なんか最近ちょっといい車ばっかり乗せてもらって、いやブラインドついてないのとか平気であの言うようになっちゃったんですけど、うん、なかったらなかったで、パーシートじゃなかったらなかったで、どうぞ、まあ、それはそれで、うん、はい、もともとないですからね、まあ、これはちょっとあの振り切れすぎですけど、まあそういうこう原点的なね。そうですね、まあ言ってみればだって筑波さんと僕だとすぐミニの話になりますけど、ミニもだってもともと何もないとこからスタートしてるんですよね。そうだね、はい、なきゃないでいいんですよ。ああ、まあ、求めてる人にはないところもありますけど、うん、ちょっと本当にそれを求めてるのかっていうのはちょっと再確認は必要かもしれないです、うん、いいなぁ。いいか。いいですよ、うん、もう普通のじゃ満足できない体になってしまった。刺激的な、だからもうちょっとこう優秀な車ほどなんか動画撮るって言われると、うん、あれどうしようと思っちゃう、そう、うん、はあ、3シリーズとか C クラスとか、なんか C クラスかも、 C63 とかって言われるとこうなんかこう喋るとこというか拾うとこいっぱいあるじゃないですか、うんうん、C200 とかって言われるともうなんか作りが良すぎて、うん、もうちょうど良すぎてなんかこう困っちゃうんですよね。そうそう、左足が疲れてくる頃とか。そうだね。でもつながるポイント分かればそんなにゴシゴシ車なくてもいけるんで。てかミートポイントもだいぶ遠いっすよね、うんうん、多分ペダルストロークが多分あるからだと思うんですけど、うん、これでちょっと本当に舗装されてないところに行ってみたいっす。そうだね、そうするとまたぐんとこの車の価値が上がるっていうか。いやー、最高な1台でした。最高な試乗でした。ありがとうございます。ありがとうございます。もう最高な1台でしたね。そうですね。はい、まあ、ちょっとかなり特殊な車両をご紹介させていただいたんですけれども、うん、まあ、こういったちょっとこう珍しい車とか、はい、特殊な車も相談していただければ。そうですね、あのボンドの懐の深さを、はい、特殊なルートを使って、ね、はい、いろいろ探してくるなんていうこともできると思いますので、はい、ぜひ月村さんでいいですか。そうですね、まずは、はい、まずは、はい、月村さん相手にお問い合わせください。
というわけで今回はランドローバーディフェンダー68リミテッドエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。